奈良県中華海岸 FMG9 に耳伝導弾を組み込んでみたい。いよ、腹黒い方のジョニーな人だ。冒頭の FMG9 のフルオート射撃、すごかっただろう。残念ながらカートリッジの廃墟ギミックはオミットされてしまったが、BB 弾のフルオート射撃を実現するために内部にこいつを組み込んでいる。東京マルイのミニ電動ガン、ステア AUG だ。FMG9 の機関部にミニ電動ガンの心臓部を移植する。そんなことができたらいいと思わないか？そんなお前らのために今回の動画を作ってみたぜ。今さらミニ電動ガンを定価で買いたくなかったからメルカリで千数百円の中古をゲットした。早速箱を開けてみよう。おまけで BB 弾が入っていたが、グラム数も書いていないプラ弾だったから使わない。取扱い説明書等は一通り揃っていた。さて、肝心のミニ電動ガンはちゃんと動くのだろうか。ステアーの独特のフォルムを可愛らしくデフォルメしている。ミニ電動ガンシリーズはセーフティーを押しながら出ないとトリガーが引けない仕組みだ。動かないところを見ると、壊れているか、電池が入っていないか。電池は付属していないようだね。電池を入れる前に他の部分も見てみよう。ここが BB 弾挿入口だ。あとは、可動部分もないようだね。FMG9 に組み込むのにステアーの幅を測ってみよう。約 40mm だった。電池を入れて BB 弾を発射できるのか確認してみよう。電池を入れる向きがわからない。なるほど、こういう順番なのか。動くといいんだけどな。動いたね。結構発射サイクルも早いんだな。フォアグリップも稼働するようだ。すでにここから 0.12g BB 弾を入れてある。だから、振るとチャラチャラ音がするぜ。電池も正しく入っているから壊れていなければ発射できるはず。セーフティーを押し下げながら、トリガーを引く。トリガーだけでは引くことはできない。親指でセーフティーを下げて人差し指でトリガーを引く。壊れてなかったね。それじゃあ、0.12g BB 弾で初速を測ってみよう。ちなみにミニ電動ガンシリーズはフルオートでしか撃てないのだ。発射サイクルは1分間あたり403発。初速は秒速32から35メートルくらいのようだ。10歳以上用のトイガンだから、まあ普通だろう。この可愛らしいフォルムで実際のグルーピングはどんなものなんだろう。そんなわけで特設シューティングレンジに来ているぜ。ミニ電動ガンのグルーピングをチェックしてみよう。ステア AUG、かっこかわいいねー。距離は屋内 2.5 メートルくらいだ。それじゃあ撃ってみよう。すげえよく当たるぜ。撃ちながら狙いを補正しているけど、かなりよく当たる。ここからは以上だ。それでは、分解して FMG9 に組み込んでいこう。その前に大きさを比較してみよう。このあたりに。まずは FMG9 を展開しておこう。手前のこれは電気系のパーツだ。組み込み時に使う予定。だいたい、このあたり。機関部の位置的には良さそうだ。
今回のカスタム素材にステアーを選んだのは電池ボックスが後ろにあったから。市販の電池ボックスに電池を移して FMG9 のストック側に設置するつもり。ミニ電動ガンのメカボックスをこの辺りに移植するつもりだよ。サイズ的にバッチリなはずだ。それじゃあ、もったいないけど、ステアー分解しちゃおうね。電池を外してから、ネジというネジを全部外していくぜ。ネジ外しは超早送りで。ネジはすべて右側からしか止まっていない。マガジンの茶色のパーツの裏側にもネジが隠れているよ。ネジを全部外したら本体を左右に割るだけ。これは、メカボックス方式じゃなかったのか。左右に分かれる本体そのものにピストンやギアが直接はめ込まれている。ミニ電動ガンは銃そのものがメカボックス。FMG9 に組み込むにはステアーを丸ごと入れるスペースがないと、ダメなんだねー。しかし、ステアーは幅が約4センチ。これを入れたい FMG9 も幅は約4センチくらいしかないんだよ。っていうか、ステアーの方がちょっと太いくらいだ。このままじゃ入るわけがない。上から見てもこんな感じだよ。結論としては、ミニ電動ガンのステアーを FMG9 に入れるのは容易ではない。っていうか無理だろう。ミニ電動ガンのこの構造からしてステアー以外のモデルもおそらく移植不可能だ。今回ばかりはジョニーなテクノロジーも通用しなかったぜ。というわけだ。結構幅があるから、このままではどうやっても FMG9 には組み込めない。こうやって見れば明らかだよねー。じゃあ、冒頭のフルオート射撃シーンはどうしたのかって？そりゃあ、この2丁を並べて持って撃っただけだよ。FMG9 にもう少し横幅があれば、また違っていたかもねー。せっかくメルカリで入手したこのミニ電動ガンのステアー AUG。カスタム素材としては使えなかったけど、単純に売っていて面白かった。じゃあ、今回はこれで終わりだ。ナーケー中華トイガン FMG9 にミニ電動ガンステアー AUG ミニを組み込めなかった。